東口西春駅は、愛知県北名古屋市久之壺南町にある、名古屋鉄道犬山線の駅である。駅番号は、異例4、北名古屋市の中心部に位置する駅で、同市の代表駅である。以前は、朝の下りのみ一部の特急が停車していたが、中部国際空港開港後は当駅に停車する、特急はない。8両編成対応の島式ホーム2面4線を、有する橋上駅である。 名鉄名古屋岩倉間で唯一の退避可能駅である。本線は内側で副本線は外側にある。名古屋方面は当駅を出ると事実上名古屋本線、堀田駅、または床目線を追え駅まで退避ができない。それもあって、当駅で普通電車が特急電車を通過待ちしたり、普通電車が準急電車と乗り換えができるようなダイヤになっている。犬山線の駅では、 江南駅、岩倉駅に次いで3番目に多い。1993年に、犬山線と名古屋市へ地下鉄する前線が直通するようになって利用者が以前より増加した。2005年に、名古屋空港行きバスが減便になってもそれほど利用者に変化はない。2006年の市町村合併までは当駅上に、旧に市外郡西春町と市勝町の境界線があった。なお、 西春というのは、もともとは、現在の北名古屋市区の壺付近が、西春外郡としては、中央部に位置することによる命名で、四活町との合併による、北名古屋市誕生により西春町は消滅したが、西春郵便局、西春高校、他にも西春支店、西春店として存続している、金融機関や店舗が多く、2016年になって、 西春駅前一の二丁目という正式地名ができた。西口は駅の西を走る愛知県道63号、名古屋港南線まで商店街が続く。県道に沿って三菱 UFJ 銀行西春支店や北名古屋市、役所など大規模な施設がある。東口はロータリーがあり、バスタクシー乗り場のほかパレマル市西春、地下駐輪場。 三菱 UFJ フィナンシャルグループの営業所ビルなどがある。車の場合には、駅の東西の交通は、駅北側の踏切、または、愛知県道62号春日井稲沢線の、駅南側のガードを通行する、名古屋飛行場への路線バスの乗り換え駅である。かつては15分間隔で当駅と名古屋空港を結ぶ、バスが運行されていたが、2005年の、 中部国際空港開港後は30分間隔に厳便されている名鉄バス、北名古屋市内循環バス、北バス上、小田駅との間に旧の坪駅があったが廃止された名古屋鉄道犬山線ミュース会快速特急特急通過快速急行、急行、準急上、小田駅西春駅岩倉駅、普通上、小田駅西春駅特殊園、名古屋芸大駅、 ありがとうございます。